KTT は、旧高鉄路工事が運行する2階建て客車列車。2両の電気機関車が、客車列車の前後に連結される、プッシュプル列車で、香港の紅駅と、中国本土の広州東駅を結ぶ。愛称の KTT は、クーロンキャントンレールウェイスルートレーンの略である。中国本土と香港を結ぶ、高級鉄路は1990年代以降、 中国全土に先駆けて高速化が行われ、1994年には、高新線の準高速化工事が完成し、翌1995年にはそれに対応し、最高速度時速 160km で走行可能な客車が導入された。その後も、さらなる高速化を実現するべく、1983年に、電化が行われていた東鉄線に続き、 更新線も電化が行われることとなった。それを機に、高級直通列車へ向けて、ビジネス利用客や国際観光客をターゲットとした新型高速車両の投入が決定したが、中国国鉄側が設計最高速度時速 200km の車体系車式車両である新時速を導入した一方、旧高鉄路公司は列車本数が多い東鉄線で一度に、 多数の乗客を輸送が可能であるという利点から2階建て列車を導入することとなった。営業運転開始年は、香港返還後、更新線の電化が完成した1998年である。車両の受注は、国際入札の結果1995年に、伊藤忠商事率いるコンソーシアムが獲得し、同社主導の下で、 スイス企業製の電気機関車と日本企業製の客車が導入された。製造時の初期費用を削減するため、両形式とも標準式車両や既存の技術を用いた車両となっている。塗装は旧鋼鉄路工師からの依頼により、イギリスのデザイン会社であるラウンデルデザイングループが手掛けており、旧鋼鉄路工師のコーポレートカラーである白、赤、青、 緑の4色が用いられている。KTT の前後に連結される電気機関車として2両が製造されたのは、スイスのアドトランツと SLM によって製造された、スイス国鉄リ460系電気機関車の同系車両である。香港と中国双方に対応した自動列車保安装置の ATP が設置されているほか、 香港内で同一路線を走る電車と消費電力を合わせるための電流制限装置が取り付けられている。また、亜熱帯気候地域を走ることからリ460型と比べ冷房装置の出力が増加している。KTT 用に導入された客車は、日本の鉄道車両メーカーである、近畿車両が製造した2階建て客車で、車内の座席配置が2プラス2人掛けクロスシートとなっている。 ファーストクラス客車と1プラス2人掛けのプレミアムクラス客車の2種類が製造された。複数量のファーストクラス客車がプレミアムクラス客車2両を挟む形で基本編成を組み最短6両、最長12両編成まで蘇生可能である。車体構造は UIC 基準に基づいた全長 25,500mm のステンレス車体であり BS に基づいた。 体化設計となっている。車内には座席以外に車内販売用のパントリーや乗務員室、スーツケースなどの荷物が収納可能な荷物棚が設置されているほか、中層階には便所に加えて多目的室がありバリアフリーに対応している。またプレミアムクラス客車にはこれらの設備に加えて列車庁室が存在する。登場時の車内デザインは旧鋼鉄路講師からの 依頼によりデザイナーのジョーンズ・ガラードが手掛けており、ファーストクラスが石目基調で現代的なものに仕上がっている一方、プレミアムクラスは木目基調で伝統的な中国衣装を基礎にしたものになっている。客車間連結機は繁栄旧式だが、機関車と連結する両端部及び中間のプレミアムクラス客車には密着連結機が設置されており、編成の増減や、 プレミアムクラス客車を先頭とする分割運転が可能となっている。また将来中国本土への転用が行われる可能性を踏まえて各車とも方向転換を想定した設計となっている。空調装置など主要機器は近畿車両が開発した既存技術が用いられ、台車についても近畿車両が製造を行っている新幹線用車両をもとに設計が行われている。 通常時のブレーキは、電気機関車の改正ブレーキを使用するが、改正執行時や非常時には客車に設置されている空気ブレーキが用いられる。2019年現在、甲州東駅と紅駅を結ぶ12往復の列車のうち3往復で、KTT が用いられており、所要時間は2時間前後である。車内では、香港スタイルの飲食物や鉄道模型をはじめとした、 土産物などの車内販売が実施されており、人民元や香港ドルに加え発達通りでの支払いも可能である。またスマートフォンやパソコン、タブレット利用者に向けたモバイルバッテリーの無料貸し出しが行われているほか、プレミアムシートでは無料の軽食や新聞が提供されている。なお、登場から20年が経過した2018年以降、座席や床材の更新、 バリアフリー用設備の改善など内装のリニューアル工事が行われている。ありがとうございます。